ランチアディアロゴスは、イタリアの自動車製造会社ランチアが1998年に発表した大型乗用車のコンセプトモデル。1990年代後半のランチアは、販売低迷で、ブランドの存続が危ぶまれるほど、窮地の状況の中、将来のランチアの指針的存在として企画されたのが、このディアロゴスである。アメリカ人デザイナー。 マイケル・ロビンソン率いるランチア・チェントロ・スティーレは当初、ハッチバックボディの車を企画していたが、当時のフィアットグループ会長、パオロ・カンタレラが、過去のランチアの高級にボックスカーの売り上げが良くなかった点を示唆し難色を示したため、最終的にはサンボックスのセダンとなった。その巨大なボディは、解雇主義的要素を現代的に解釈したデザインがなされ、大型の縦型フロントグリルや、 観音開きのドアなど過去のランチア社に見られる伝統的かつ象徴的なデザイン要素の採用を試みている。一方で室内は簡素で洗練された印象のデザインでまとめられ、そこにステアリングやインストルメントパネルの左右位置を任意で選択できる装備やシートポジション、空調、オーディオ、サスペンションセッティング、トランスミッションのシフトパターンなど、 オーナー独自の使用をすべてメモリーできるカード式キーのシステムを使用した先進的装備を盛り込んでいる。エンジンは搭載されておらず、モックアップ的なものであった。このモデルは1998年の第67回トリノモーターショーに出展され、ショーの顔的存在として話題を呼んだ。このデザインコンセプトは2001年発表のランチャー提示をはじめ、 その後約10年間に発表されたランチ屋のモデル全てに反映された。ありがとうございます。